ワンちゃん。か、今日の朝ごはん、タコの酢の物が出たんだ。お母さん、私がタコも酢の物も苦手だって知ってるくせに、なんで出すかな。ちょっと、お腹減ってきたかも。今日の朝ごはん、タコの酢の物が出たんだ。お母さん、私がタコも酢の物も苦手だって知ってるくせに、なんで出すかな。授業の準備しなくちゃ。そろそろ機種変しようかな。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。女の子を守りきるのです。この気配は。死人が出る頼りでござる。死人を守ってもらえる。これでいけるですよ。獲得でござる。死人を守ってもらえる。少年だけが頼りでござる。少年を守ってもらえる。これはこれで約束でござる。やっちゃいましょう。少年だけが頼りでござる。もらえる。これはこれで約束でござる。やっちゃいましょう。
わらぬ吸引力です。王子様、早く来て。やっちゃいましょう。少年だけが頼りでござる。大量ですよ。変わらぬ吸引力です。これはされるなんて。少年だけが頼りでござる。やりましたね。少年に守ってもらえる。これはこれで。もらえる。これはこれで約束でござる。変わらぬ吸引力です。やりましたね。何かに吸われてるよ。少年に守ってもらえる。これはこれで約束でござる。少年に守ってもらえる。これはこれで約束でござる。少年お礼が来てるみたいですよ。ねえねえ、昨日の特番見た？探検隊のやつ、南米の口に野人を見たって話だったけど、南米ってことあるごとに不思議の産地にされてる感じあるよね。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。女の子を守りきるのです。なんかさ、めっちゃだるい。やりましたね。大量ですよ。いける。なーにー、諦めない。やっちゃいましょう。変わらぬ吸引力です。やっちゃいましょう。やりましたね。なーにー、大量ですよ。
絶対やりますね。やっちゃいましょう。何が何なの。大量ですよ。変わらぬ吸引力です。変わらぬ吸引力です。こういうの苦手なんだよ。やりましたね。こういうの苦手なんだよ。万事休すだね。失敗作戦は無効よ。あ、大量ですよ。いやー、万事休すだね。大量ですよ。まだいける。まだいける。変わらぬ吸引力です。やりましたね。君のおかげかな。ありがとね。やりましたね。女の子からお礼が来てるみたいですよ。本日はいかがいたします。それでは参りましょう。チル様をお救いしましょう。一体何だってんだ。すごい風だ。大量ですよ。
大量ですよ。お外怖いよ。変わらぬ吸引力です。お外怖いよ。やりましたね。なんでこんな目に。変わらぬ吸引力です。やりましたね。大量ですよ。お外怖いよ。お外こすごい風だ。やりましたね。やっちゃいましょう。なんでこんな目に。やっちゃいましょう。大量ですよ。やっちゃいましょう。なんでこんな目に。変わらぬ吸引力です。やっちゃいましょう。なんでこんな目に。大量ですよ。変わらぬ吸引力です。お外怖いよ。ジル様、ご無事でよかったです。了解です。現場へ向かいましょう。ファイトですよ、ファイト。今の私は
移動完了です。右手注意です。ぶっ飛び、これまさか。左に注意してください。そんな、私はもう死んじゃいました。ミスしちゃった。なんでだ、すごいよ。ゴーゴーです。そこかよ。下から来ますです。キャーキャーしちゃう。なんて嫌いなのに、すごすぎてです。言葉にできない、すごすぎます。移動完了です。
了解です。現場へ向かいましょう。頑張りましょう、マスター。怖くなんてねえし。まあ、サンキューな。やりましたね。女の子からお礼が来てるみたいですよ。本日はいかがいたします？はい、頑張りましょうね。やりましょう、明日のために。見つけた。ねえ、よく、そんな戻ったか。ゴーゴーです。前にいますです。体がかなり熱くくるの。熱いの。ナナ、移動完了です。既成事実。すごすぎますよ。いつもこの手から見た。ここでやり過ごしましょう。
移動完了です。ゴーゴーです。いた、前にいますです。ミルギーとか
ようね。女の子を守りきるのです。魔界と霊界がつながっちゃったのかな。それでは参りましょう。女の子を守りきるのです。なんか嫌な雰囲気だな。
なんかのドッキリなんだろ。なあ、こんなの見てないよ。大量ですよ。こんなの聞いてねえよ。やっちゃいましょう。変わらぬ吸引力です。なんだ兄様、今日は兄様に見せたいものがあるんだ。あ、ちょっと待っててくれ。やっぱなし、忘れてくれ。どうだ、これで水着だ。こないだ見たいとか言ってなかったか。まあ言ってなくてもいいんだ。これはお詫びだ。
兄様はマニアックだからな。前に買い物に付き合ってくれたのに、結局悪魔が出てきていけなかっただろう。だからこれはそのお詫び。 あんまりジロジロ見るな、兄様のバカ。突然何を言い出すんだ。え、兄様が変だ。写真撮影まではまあわからんでもない。いや、わからないけど、兄様はなぜ学校のプールに忍び込んだんだ。不登校を決め込む私への嫌がらせか、嫌がらせなのか。聞けよ。うい、なぜこんなことに。本当に？攻め？こんな感じか。乗ってきたぞ。よし兄様、どんどん来い。なぜ私はあんなことを。また兄様に恥ずかしめを受けてしまった。兄様が時々おかしくなるのは何なんだ。しかしまあ、なんだ、これも兄様との思い出が一つ増えたとポジティブに考えるとしよう。夜だから誰にも見つからなかったし、わかってるだろうけど、他の奴には絶対見せるなよ。お帰りなさいませ。兄様、兄様はパッキーゲームをやったことはあるか。いや、たまたまネットでパッキーゲームの動画を見かけてな。恥ずかしながら私は存在自体知らなかった。パッキーは私のフェイバリットお菓子。パッキーについて知らないことがあったなんてショックだよ。何？今からか。わかった。今からパッキーを持ってそっちへ行くから、ちょっと待っててくれ。よし、準備はできたぞ。なんか、ドキドキするな。さあ、始めるぞ。はん。ストップだ！これがパッキーゲームか。
これからパッキーを見るたび思い出してドキドキしちゃいそうだ。もう一戦？さすがにそれは無理だ。恥ずかしすぎる。うう、ダメだ。まだドキドキが止まらん。世のパッキー愛好家たちはみんなこの試練を乗り越えてきたというのか。パッキー、なんとほろ苦くも甘酸っぱいお菓子。じゃあな、兄様。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。シル様の外出訓練、指定はここですか？おい、兄様。これはシル様の声？声はすれども姿は見えず。って。兄様、頼んだぞ。なんか感じる。体勢を変えるぞ。悪魔が。そこ。どんな気持ちだ。
れはたまらん。なんかあったかいな。大丈夫、だいぶ楽になってきた。気持ちよかった。私のこと助けたいっていう兄様の気持ちちゃんと伝わってきたぞ。私、チル様、私、兄様のこと、兄様のこと好き。ごめん、やっぱ今のなし。もう帰ろう、兄様。本日はいかがいたします？それでは参りましょう。守り抜きましょう。なんだか不穏な空気だね。絶対見られてる。やっちゃ
ますよ。どうしよう。変わらぬ吸引力です。やりましたね。怖いよ。ありがとう。今度お礼にお菓子をあげちゃう。お疲れ様です。かっこよかったですよ。女の子からお礼が来てるみたいですよ。本日はいかがいたします？頑張りましょう、マスター。なんだか見られてる。怖いけど何か思い出せそうな気が。やりましたね。大量ですよ。やりましたね。もう大丈夫ですよ。見せて。あの吸引力です。これがやりましたね。抜けませんよ。これ、うわっ、変わらぬ吸引力です。あ、頭が痛い。やりましたね。マジで。
わらぬ吸引力です。誰か了解です。現場へ向かいましょう。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。我が社の未来はマスターの双剣にかかってます。前にいますです。ゴーゴーです。いったー。
感じちゃうの。さあ先へ進みましょう。左に注意してください。いたわね。あーやー、このキューやー、よしよし、はじめちゃった。ほっぺたグリグリさせて。あなた立つよ。なんで立たない。あれ、お何してるでしょ。これは大勢います。写真部だからさ、なんとなく学校へ来る途中通学路の写真を撮ったりするんだけど、撮った写真を並べて眺めてると案外この街もいろいろ変わっていってるんだなって気づかされるよ。本日はいかがいたします。了解です。現場へ向かいましょう。どうしたんですか、リースさん。プールなんかに呼び出して、しかも水着で、なんて。ナナコ様、私あれからじっくり考えました。
はあ、七子様が突如悪魔化した理由、それを知るためにはさらなる調査が必要だと思うんです。ですので七子様には髪飾りを外して一旦悪魔化していただき、フェロモンゴーグルによって強化されたマスターの眼力で悪魔の体をじっくりと舐め回すように観察してもらってください。え、嫌ですけど。普通に断られました。マスター、マスターからも言ってあげてくださいよ。マスター。あなたが見たいだけじゃないの？もうしょうがないな。ちょっと待っててね。どう？何か変なとこあるかな。近いよ。息がかかってるよ。それで私の目を見て何かわかったの？素早いムーブです。そんなとこ見るの？そんなにジロジロ見て恥ずかしすぎるよ。私もうお嫁に行けないよ。エウレーカー、今ビビッときましたよ。お二人の仲睦まじい様子を見て私ひらめきましたです。お餅のことはお餅屋さんにと言います。悪魔のことならば悪魔さんにです。あの悪魔さん、クロナさんを見つけて話を聞いてみましょう。結局これ何か意味あったの？